さあ龍山儀、これはまあどういった試合になるか、まあそれぞれのちょっとここはアッパーにしてね。さあしっかり強腹決めて、さあ中盤の中足で押していく。さあここで左側にゲージゲット、さあ小足に刻んで、さあ垂直ジャンプにアッチ大キック、しっかり見ている。さあこの辺の、さあこれは振り向き中盤ですね。さあ小足にはしっかり場に押し込んで、奥攻めは膝からの EX スクリュー。さあこれで処理を潰すといいですね。ボディで、さあ1本取ったのはザニさん、さあ2本目。ここはちょっと時を上げしてしまうが、もう大丈夫。さあこれは半額でしたね、まあギリギリ間に合ったということで。さあバックステーミのユッツパチパチ。さあここでバニーを打って押し攻めはボディから、これは半額、大足に EX バニーをしっかり刺して、さあこれはちょっと距離が足らなかった。トビをしっかりダブラリで落として小足からのクロスクリュー。さあ前方戦勝ったのは魔法少女ザンギター。まあ最近のダイヤとしてはちょっとザンギ有利じゃないかという龍ザンギでしたが、まあきっちりとまあ対策をしたという形でザンギ取りまして、じゃあ2人目、トリラックマチーム2人目の方からスタートボタンですね。じゃあザンギタン OK です。さあ2人目出てきたのはジライアフォルテ。